石室分き木五寿司石室分き木五寿司は、正倉院北倉に収蔵されていた宝物。天武天皇から六代の天皇に受け継がれてきた優位象もつ寿司で、聖武天皇の七十七期にあたって、後権天皇が、ルシャナ仏に剣道した。宝物番号は北倉に。本記事では、石室分き木五寿司及び、五寿司に収められた品々などについて記述する。 石室文月記語図紙という名称は、国家沈法帳に記される特徴をもとに、明治期に命名されたもので、歴代天皇に継承された図紙であることから、この文字が付加された。国家沈法帳には単に図紙と記され、また幕僚点検文書などには、石室月記図紙、あや月記図紙、南図紙などと記されている。国家沈法帳に記される特徴は、 石室文月木古座マ作混同作詞ボリングである。石室は、巣王を塗った木材に、透明な漆をかける技法。月木とは毛で、文は、模様つまり美しい木目のこと。つまり美しい木目の月に巣王で色をつけ漆で、仕上げた材で作られた寿司という意味である。古座マ作の解釈は、そのように称する様式があったのか、あるいは古い様式の意味か。 単に古いという意味か判断しにくいが、作成時期が天武より遡る可能性もある。近藤作絞り具は、金を施した銅製金具で、5、サジ、5を受ける金具や扉の長子外などがこれにあたる。高さ100.0センチメートル、幅83.7センチメートル、奥行き40.6センチメートルで、大脚付きの箱型寿司である。正面の扉は、 観音開きで内部は2枚の棚板がある。明治期には大破していたが、明治25年に差し戻しの木内半子が保管されていた残材を用いて復元した。また、木材を止める病は、病頭が銀を被せた鉄病が用いられている。小寿司は国家陳放庁に記載されるまでに70年以上。 前から宮中で大切なものを収納する図紙として天皇の近くに伝わっていたと推定されることから皇室ゆかりの名宝とされており2009年に東京国立博物館で行われた皇室の名宝日本美の花2019年に奈良国立博物館で行われた五足位記念第71回焦燥院展など過去4回展示されている 天皇系図と、石室文月木五寿司五寿司は、天武天皇から、自頭天皇、文武天皇、岩章天皇、聖武天皇、後憲天皇へと継承されたとされているが、この検討については、以下のような論争があった。国家陳法帳に記される由緒は、以下のようになる。右縁寿司、ゼ、アスカ清志玄宮行天皇、電子藤原宮行大城天皇、天皇、 電子藤原偶行大閤天皇、天皇、電子平城偶行中大城天皇、天皇、七月七日伝玉物、平城偶行五大城天皇、天皇、電子金城、金城、金魂ル社ナ仏、国家沈法町を記される六名の天皇について、飛鳥清元宮偶天皇イコール天武天皇、藤原偶行大城天皇イコール児童天皇、 藤原宮御大公天皇イコール文武天皇、平城宮行五大城天皇イコール聖武天皇、近城イコール後見天皇の5名については異論はない。しかし天武から後見まで7代であり、残る平城宮行中大城天皇を、元明天皇と元祥天皇のどちらとするか問題となった。黒川迷は、東大事件つ長交省において、 万葉集巻二十に見える先大上天皇が、元明であることから、中大上天皇を願称であるとした。北定吉は、中天高校にて元明が上位後も五寿司を保持し続け、宝御に際して皇太子であった首巫子に伝えたとし、中大上天皇は、元明であるとした。田中卓は、中天皇をめぐる、諸問題で、北説に反論し、放坂駅には、先太上天皇はを、 元名、中大上天皇を岩章としていることを指摘し、こういう継承に伴って伝授されるものではないとした。この田中説によって、中大上天皇イコール岩章とする説で決着している。次に、元名天皇に継承されなかった理由が問題となった。後藤志郎は昭和61年の章奏院展の目録で、小寿司は天武寺統計に伝わるもので、元名は、 展示系であるため継承されなかったとした。直木孝二郎は、焦燥陰蔵石室分月傷氏の伝来について、似て、展示の娘である児童に伝わっているので、展示系であることだけで、現名が排除されるのは道理に合わないと、後藤節に疑問を呈した。その上で、収納されている、王儀師の処方等は、青年期の教養に関わる品であることから、成長期の教養を高めるための、 日常的な備品であり、成人していた元命には継承されなかったとした。東の春雪は、岩礁天皇と石室分月木寿司にて、俗に本気などの記述により、岩礁が聖務の要望であったと指摘。小寿司は、天武文武聖務という直径高等シンボルであったとした。現在では、天武系に伝わる寿司とする後頭説が基本的に容認されている。 次に、厳明が即位していた時期に、小寿司はどこにあったのかが問題となる。米田雄介は、文部が崩御した後は、厳明の宮中に止め行われ、岩礁の即位に伴って伝えたものの、形式上は、文部から岩礁へ伝わった形式が取られたと推測し、厳明の置かれた立場が読み取れるとしている。また、ご寿司が、女帝に伝えられたことに着目し、 母系性や創系性に関連する指摘もある。伝達花夫人年次仏寿司前述のように、小寿司は明治期には大破していた。研究4年の東大寺直風造会見目録には記載されているため、破損したのは12世紀末以降と考えられる。明治25年には、小僧院魚物整理係が開設され、木内半子が当時倉庫内に保管されていた部材を用いて、 復元を行った。木内は、小寿司は、落雷によって壊れたとしている。破片は、空椅の中に残されていた歌舞伎と大客は残材を利用し、天井板、棚板、床板、扉帳目などは新たに欅に赤漆を施した、部材で補って作成された。また、寸法については、残材から推測した。足の角狭間の形状は、残材からは分からず推測によった。 後に昭和45年に新たに小寿司の床板残材残が発見された。床板は、ヒノキ材であったものの寸法は、木内の復元と変わらず、復元が正確であることが追認された。また、棚板にヒノキが使われていることから小寿司は、国内で製作された可能性が高いと考えられる。特徴的なのは天板に付された吹き返し板という部材で、 上辺が広がる形状になっている。同様の形状は、法隆寺近藤の天外や伝立花夫人、年次仏寿司などに見られるもので、奈良時代には古様とするのに違和感はない。国家沈邦帳には小寿司極めて似た、別の寿司で石室き寿司と称されるものもある。こちらは、九だの議場から藤原鎌足に送られたという、由緒もつ寿司で、 中世以来所在が不明となっている。小寿司と議似大寿司は極めて似た名称で、同じ技術と素材を用いて作られていることが明らかであり、明治期に残材から修復された寿司がどちらの寿司であるのか、検討の余地があった。西川明彦は、国家沈放庁をはじめとする資料を検討し、議似大寿司に収められていた、長さ94センチメートルの三角は復元された。 図紙に収まるとは言い難いとした上で、復元した図紙はご図紙と考えるのが無理がないとした。小図紙に収められた品々は、天皇の身近に置かれた特別なものであったと考えられる。国家沈邦帳には、以下の品々がご図紙に収められたと記されている。なお、宝物番号を記したものは現存している。雑誌、学記論刊末部、双乱帳。 ありがとうございます。